第1回東京ハイパーシングログ決勝戦、金月さん対ビンさんです。ですね、現在と金月さんのポケモンがニョロトの、あ、BGM 出すよ。もう出すの？どうだろう。ブーだわ。あ、ブーだそうっすね、確かに最高の演出。金月さんのポケモンがニョロトのローブシン、レイジュートルネロス、レイジュボルトロス、シャンデラ、ナットレイです。とビンさんのポケモンがバンギラス、ウォーブシン、ドリュース、ウォーマンダー、クレセリア、ボルトロスです。決まりました。マジで緊張すんなこれ。でも決まってる。いやもうしょうがない。頑張れ、いけるよ。ちょっとまだいろいろあるんですけど、見ちゃう、見ちゃう、それは携帯当たるよ。これで倒れも面白い。いいかも。すごい、桜。盛り上がってる。いや、そうそうそう、録画開始しちゃう。録画開始。第2回ハイパーシングローブ決勝戦始めます。入ってるんですか、これ。結構、はい、入ってる。いそか、ちょっと足でかかってる。東京ハイパーシングローブ決勝戦、ビンさん対金月さん、始めます。まずビンさんのポケモンが金月さんのポケモンがレジェンドルネロスです。なるほど。ここでレジェンドルネロスで交換しました。でトルネロスがトンボ会議で助かります。命の弾のダメージが入りました。金月さんがナットレイを計しました。ここでボトルス回復です。ここですよね。見た目が続いています。
南合が続いております。ゲイラが当たりました。どれが変なんでしょうか。ここでボルトロスで倒れました。ミニさん3体目のポケモンはドリューズです。おっとここでネタバレです。終わりました。両者睨み合っています。ここで、ここで地震入りました。鈴木の前で2段階上がっています。バカ力はやめて。これバニラスです。バカ力はやめて。おお当てました。これはきつい。いや、あんのかよ。ここでバカ力です。一発です。バンギラス倒れました。いや、まあ、そうでね。しかし後ろにはドリューズがいます。
ました。あ、落ちました。ありがとうございました。東京杯第1回東京杯ハイパーシングルオフ、優勝はビンさんです。せっかくだから、まあ、さっきの1試合ぐらいやっぱ、いやいや、さっきの試合も取っときたかったんですけど登録できないから、ここそこで試合が自信絶対怪しい。だってあそこで流れあるの分かってて逆だと思うんですよ。この投げてトルネに引っ込むと思ったんですよ。だからそれやられてたらちょっとやばかったかなって。いやー、きつかった。そっちの確認する。そっちの方がこっちとしてはきつかった。確かに、トドに流れ打つ勇気はだいぶいい。落とされるから、5戦を。それに突っ張るのもなかなか勇気で、自信を。いや、高めきつかった。露骨すぎたちょっと、あれは、一回見せてる。誘われてるなと思って。あ、こうだったから。あと、さっき一回やってるのがでかかったですね。こっちのカバドリ止めるのはこのしかいないから。せめて脱出ボタン暴れて投げれば、そこから投げてスカートとかなっちゃうみたいな。てかジャイロ入りすぎでしょ。ジャイロ怖い。今一つなんですが、これは疲れて、こんなすごく真面目に試合してるの初めてです。これにて東京ハイパーシングルオフ対戦競技を終了いたします。